ジャンド・モンフォールは、ブルターニュ公国の貴族。ブルターニュ公アルティュール二世と二度目の日、ヨランドの間に生まれ、母から、モンフォール・ラモーリー伯爵位を継承した。ドルーケ出身で、彼の子孫は、モンフォール家として続いた。1341年、イボ兄である、ジャン三世が男子を設けないまま死去した。後継に名乗りを上げたのは、イボ帝であるジャンド・モンフォール。 そしてジャン三世の同母弟の娘ジャンヌ・ド・パンティエーブルとその夫シャルル・ド・ブロワであった。シャルル・ド・ブロワはフランス王フィリップ六世の老いであり、王はもちろん老いを支持し、シャルルもフィリップ六世に真珠の誓いをしていた。二敗に分かれて争う戦争はブルターニュ継承戦争と呼ばれ20年続いた。この衝突はまた二人のジャンヌの戦争とも呼ばれていた。ジャンヌ・ド・パンティエーブルと ジャンド・モンフォールの妻ジャンヌ・ルド・フランドルの対立が表面化したからである。リモージュに隠されていたジャン三世の宝物を守備よく手中にしたジャンド・モンフォールは支持者と共に南東を抑え、1341年には少数のブルターニュ貴族たちから公爵であると認識されていた。公尺家の金庫を開け、彼はレンヌ、ブレスト、オーレカンペール、サンブリュー、 ディナン、バンヌを攻略するために傭兵たちを雇った。シャルル・ド・ブロワは、その後、1341年9月に、コンフランでの貴族裁判採決前に、王に、モンホールの召喚を訴えた。コンフランの決定で、ブルターニュ皇は、理論上は、シャルル・ド・ブロワということになった。フィリップ六世は、リモージュ死者領、フランス領内にあった。 モンフォール・ラモリー・伯領を没収した。1341年10月、シャルル・ド・ブロアとノルマンディー・コージャン2世は軍を集結させ、ブルターニュへ侵攻した。その後、3週間に及ぶ、包囲戦の末彼らは1341年11月21日の、南東を含む、多数の砦を落とした。ジャンド・モンフォールは身柄を拘束され、パリのルーブル宮殿の獄につながれた。 彼が不在の間、妻のジャンヌ・ド・フランドルが指揮をとって、戦いを続行した。1343年1月、教皇クレメンス6世を通じての休戦条約が平和をもたらし、ジャンド・モンホールは自由になった。これは釈放ではなく、1345年3月に彼は逃亡したのである。イングランド王エドワード3世が提供した増強部隊と戦うこととなり、 カンペールの包囲戦の最中病を終え、エンヌボンにて1345年9月に死んだ。ジャン・ドモンホールは、ブルターニュ公になれなかったが、同盟の息子が1365年に、ブルターニュ継承戦争を終結させ、ブルターニュ公皇ン四世となった。1329年、シャルトルにて、ジャンヌ・ド・フランドルと結婚。2子を設けた。ありがとうございます。